どう赤星赤大輝赤星マシマシテレビはいよいしょいいさあやっていきましょう、G3 浦安さんです、うん G さんかもしれないですけどG さん浦安かもしれないですお取り寄せ麺でございますねこちら、うんうん、今回手に入れたのが、ラーメンセットと豚一本ジャンボガーリックそしてうずらも入っておりますが、ちょいちょい見ていきましょうまずは自分で用意したこれニンニクですねでかいですよね見ないよねこれね全然見ないですよねこれ群馬に行った時にですねお土産として僕が買ってきたニンニクなんですねそうだったんですねはい色が緑ですね、うん、後ほどまた見ていきましょう、はい、さあそして豚一本、事前に湯煎をしておりますが、うん、うわー切れにくい包丁でも結構サクサクいっちゃうぐらい柔らかい映像じゃ分かんないんだよ分かんないですか僕買うかしようまあねそうっすね、これは僕が実家から持ってきた包丁で、何十円もやっとそうでしたいいですねこのホロホロ加減ですよ、ね、こんな感じで自分の中にこれ2つ入れちゃいますよね、うん、はいでかいですそして麺をね、やっていきますけどもちょっともう茹でたのか分かるかな結構かなりゴワゴワしてましたスープはちょっと湯煎はこちら結構長めにして熱々にしてるんですけどああいいですね油入ってます、うん、油結構入ってますねそして湯切りをしていきましょう結構入ってますよどちゃどちゃに入ってますよ結構ね盛り付けなんだけど、はい、スープの量とねこの麺の量すごいねいつもこの丼使ってるけど、うんかなり溢れがちになっちゃうんだよスープがあー確かにね結構な量入ってましたよこれねいい満足度だと思いますさあそしてここからじっくり、うん、麺を見るチャンスですいやーこれもう食感がもう伝わりますねあそうだねこのゴワゴワ感が目から入っちゃう、うん、目でね分かる分かる目ですすりました目ずすりしちゃいました目ずすりしちゃいましたねこれね結構ちゃんと見せるんですねちゃんと見せるな本当にトーク力が問われますよこの時間帯はあやっと終わりましたさあ豚ですじゃあ削ればいい、ね、終わってほしかったんだよそこよーく見てほしかったんでねさあそして今回なんとわいいね油入り肉カツもあるんですねこれをかけていきましたあーうまそうで最後にあこれね群馬ニンニクを足して出来上がりです着弾今回はインパクトがすごかったんでNHK さんから動画を借りております。そうなんだ。あ、そうなの。こちらです。小ラーメン 300g、群馬県ニンニク、肉かつ油に2つ、入ってます。速攻でね、ヤンコが来ちゃいましたね。で先ほど溢れるって言ったんですけど、ちょっと飲んでおりますので、ね、実際溢れてたかもしれない。なるほどね。でですね、こちらのG3 浦安さんは。ベースというアプリで販売してるんで、うん、皆さんもインストールしてぜひとも覗いてみてくださいなるほど豚が映りました豚からいきますね、外側がものすごいホロホロなんですね、うん、中がギュチッとしてる、ハイブリッド豚でございますね、うん、で返しがすごい染み込んでるんでね、はいはい、これ調理されてるなというこの職人のなんだろう力を感じました本当にありがとうございますなるほどね肉かつ油ねこういう仕上がりになってますよとご飯にかけても美味しかったからあー絶対それ絶対いいわ力だと思いましたうまいわはい今やるもんそれあマジっすか腹減りな状態、なあなたにですね麺の情報通常麺プラスハスホニャララ系のですね極太麺ということで2種類ありますねハスム系ねハスム系の濁すんですね、まあ、ただ通常でもとんでもないゴワゴワワシワシということで、うん、3分半が基本なんだけどもお好みで茹で時間変えてくださいということだったんで、ね、なるほどなるほど3分ただもっとゴワつかせても僕いいかなとあ本当にはいもう見た目でもうねいやすごかったよだけどまあ専門用語で言ったら加水率が結構高めになっちゃうということで、うん、麺の水水分が含まれちゃうんで、はいはい、もう少しゴワっとさせた、麺にしたけど2分半でいいと思いますうん、多分ね多分はいなるほどまあカロリー汁もねすっごいカロリー汁のことですかはいカロリー汁ですねさあそしてスープもあります肉汁肉汁とか総合的なって言ってるもんな総合的なエキスのことを言っておりますそう、ね、さあそして分数ですけども、うん、ちょっと甘さが特徴的なんだね、うんうん、これ何かっていうと実は九州醤油を使ってるということで、九州の醤油は結構甘いのが特徴的なんですね あとなるほどとろみがあってまろやかなスープでございました。へえ。さあ来ましたよ。あ来たね。あれ実はですね、ヤンバダムっていうのが群馬県にありまして、前ちょっと問題になったんですけど、
そこは関係なく近くに道の駅が関係なく関係ない、なんかそういう関係ありそうな言い方してヤンバダムっていうのはね、八つ葉と書いてヤンバっていうのを覚えました、そのニュースで、ね、関係なかったですね、それは関係なく、はい、ちょっとネギに近いぐらいのなんかこう味わいだった、見た目めっちゃネギだったよ、味もネギ、青いからね、考えたらあのプレッサーでやるんだったらもう関係ないですよね、ジャンボかどうか、あ、まあ、そうだね、そうね1個あたりの量がものすごい多いということで、ええ、粗さとかもね自分でね調整できるからね、あのネギ豚みたいな、これは絶対に守った方がいいよ、これは、ね、本当にラストにあの気づかれちゃって食べてるなっていうのは完食ギリギリだったんで危なかったです、食べきってよかった、よかった、ごちそうです、ということで、さあ、そしてこちらのステータスですが、はい、高いですよ、90で超えてきました、高い、いやすごい食べ応えでしたわ、あの裏やつの方なんです、あのもしかしたらそのうちね、あの店舗みたいなのを準備して、移動販売かなんかで売るかもしれない、あ、そう、そして今販売、通販だけなんですか、今はそう、完全にそうだし、ね、すごいね、どうなるかはあのベースというアプリ、それからツイッターなどぜひね、フォローしてあげてみてくださいということですね、で、さっき言ったハスホニャララ系のドメイン、こちらも気になるんでね、あのそれも覗きながら、うん、あの生きていこうかなと思います、生きていこうかな、はい、引き続き寄せよ、楽しんでください、楽しんでいいですか、楽しんで、短いと思いますよ、あ濃く短くやるんで、濃く短く、はい、濃く短くいくんでね、太くだけな、太く短く、確かにね、スープの方でいったんですね、麺じゃなくてラーメン的な人生の求め表現するからしちゃいましたけど、はい、ね、浦安にあるのはディズニーだけじゃないというごちそうさんです。